学術局長の小林忠です。よろしくお願いいたします。私は今回は局所注射薬の使い分けということで主にハイドロレリ,リースとプロロセラピーという領域についてご紹介いたします。よろしくお願いいたします。まずまあ前午前中のお話にもつながるんですけれども、やはりま数百年ぶりのパラダイムシフトとしてはそもそも生理食塩水注射はプラセボじゃなかったっていうまあこの時代変換にあると思っています。 あらゆる局所麻酔薬は生理食塩水を比較してどれだけ効果があるかということで麻酔時間ということで実施されてきましたが基礎医学の分野でも最近は溶液論といわれるところで、まあ、溶媒に対する重要性が高まって研究が進んでいるという状況ですさて、まあ、今回のご症例でも まあ、緩める治療ですね。まあ、ハイドロリリースのリリースっていうのは、いわゆる柔軟性の改善なり一部剥離ですけれども、こういった緩める治療、凝った場所を緩める、滑走性が悪いところを上げる、柔軟性を向上させる。まあ、こういったところがターゲットとして、まあ、実際では注射、針、突臭、まあ、例えばハンコン等であれば、そういうの設理等が実施されているわけですけれども、どうですかね皆さんご経験ありますでしょうか 緩めたばかりに痛みが取れるかと思ったら患者さんが、いや、帰って辛い言われてしまった経験は私はもう幾度となくあります。なんでだろうって悩んでた時期がとてもありましたが、それに対してま今回はストーリーとして繋げます。いわゆる、まあ、今回はわかりやすく関節だけでお話をしますが、福井先生のお話もありましたように、皮膚皮下組織等の話でも同じだと思っております。 心筋側と屈筋側のバランスという意味では、要するに屈筋底を緩めるのか、もしくは心筋底を固めるのか、その逆なのか含めて、やはり気候側に対するやっぱり考察も大事になります。そして、そのような中でバランス、どうしても我々はまず硬いところを緩めていく、そして全体のバランスが整うということを目指しますが、一方で緩すぎる組織、 まあ足首の関節の捻挫後なんかが揺れる、いわゆる不安定性との小整経過領域では称されるような病態もやはりあるわけです。そういった場所は従来テーピング、装具などで、いわゆる固めてる方向でやってまいりましたが、まあそれだけではなく注射行為であっても、やはり少し固めるという方法論がまあ整理できつつあると考えております。肩であれば、いわゆる反対側ですね、180度反対側の組織にも目を向けて、 その緩さと硬さっていうのを見ていく。そういった考えになります。まとめてしまいますと、えー、いわゆるハイドロリリースという部分は、いわゆる組織を緩める。田中先生のワープのように、筋質力を高めるというのもありますが、まあ、こういった緩める。そしてプロロセラピー、特に10%ブドウ糖の場合は組織を固める。このように対別してみました。 このヒントをいただいたのは、ちょうど1年前の学術集会で、えー、東海理事の吉田先生が、まあ、こういった方法で線腸関節の治療をしてとてもいいということをお聞きしまして、まあ、そういえばそういうふうな概念化っていうのはきれいにできてなかったなと思い、この1年間実践してまいりました。そもそも局所治療の有効性、制度を考える上では、私はこの3つの要素に分類しました。患者さんの要素、そして実施者の技術、 まあ先ほどの木村先生のね、血管のね、後ろギリギリ攻めるとか、やはり高度な技術が必要だと思います。そして何より注射液、そして機械、そしてシリンジ、注射針等の開発っていうものも全て相まって現場での実践につながる。その中でも今回は、えー、液体に注目をしてまいりました。 こちら実はあの2016年の木村先生とやった RCT の論文のさらに4年前の予備実験のデータでちょっと人前にお出しするの実は初めてなんですが自分たちの足に皮下組織にいろんな薬液を打ちまくってどれが本当に痛いんだってことを本当に実験したという内容です。まあ、N3 ぐらいなんですがこの中にあります通り実はビカネイトと言われる重炭酸リンゲルがもう最も痛くなかった。 結果です対して、実は載せてないんですけれども、蒸留水はめちゃめちゃ痛いんですが、もっと痛かったのが50%ブドウ糖ですね。もう恐ろしい浸透圧で、もう足が3日間腫れ上がったぐらい炎症が起きました。このように注入する液体の浸透圧、そして pH、まあ、そもそもの溶、ね、質である物質特性というものから、要は注入時の痛み、もしくは注射した後の痛み。 っていうものは影響してくるというふうに考えております。で実際にこの注入時の、えー、痛みというものは、まあ、鎮痛効果と比例しないということが、まあ、世界中であのいろんな賛否両論,論あったんですけれども我々がやった RCT の研究では実際には比例しないということを、えー、提示いたしました。そしてこの重炭酸リンゲル液は、えー、先ほどの志脇先生の発表でも一部触れたものになるんですけれども こちら、の私、筆頭で出します、あの国際特許の論文の公開論文です。実際、生きている年心マスイカのラットに皮下に液体を入れて、まあ、重力でどれだけ落ちていくかということで、皮下の拡散性を、えー、確かめた研究結果になります。もちろん、それらに広がるんですが、この BIC っていうのがバイカーボネートで、重炭酸リンゲルですが、まあ、それが一番拡散性が高く、これ、統計的有意さも出ております。 そういったところを含めて、実際には、その、電解質と言われている物質の濃淡によっても、皮下の拡散性が違うということが分かりました。先ほどの谷村先生のお話でも、実は回復術後に関連して、実は生理食塩水よりも重炭酸リンギルの方が傷の状態とか術後がいいというような報告も、特に脳神経、手術系では論文も増えていますし、回復術に関しても一部研究が進んでいると聞いております。 そういった中で、緩める方向だけとは違う、私の足を真っ赤に腫れ上がしたブドウ糖に関しましては、お隣の韓国で世界的にも研究実践がリードされておりまして、プロロセラピーというふうに称されております。実際に使われる液体は5%と10%ということで、まあ、韓国内でも派閥ができて大論争を、ね、何年も何年もやっていたというところがあると聞いています。5%ブドウ糖というのは、いわゆる浸透圧1で、いわゆる生理食塩水に近い。 で10%はやはり炎症を起こす、身体圧が高いというところですで。実際に炎症が起きて、その後傷口が硬くなる。まあ、こういった現象を臨床的にも実感ができるのはやはり10%でございますので。 私は外来では主に10%のブドウ糖液を使っております。ただし、あの、ハイドロリリースの生理除検水やビカネイトと一緒で、それだけでは保険診療上はやっぱりまずいですので、まあ、ちょっとだけカルボカインとか極所麻酔薬を入れると。まあ、そうすると少し10%ブドウ糖であってもちょっと痛みは楽かなというのも正直あります。でこの分野におきましては様々な領域で論文等も出ていますので、興味ある方はご参照ください。 そしてもちろん液体だけではなく補足ですが、その注射のベベルの向きですね。このカット面のことをベベルと言いますが。薄い層、硬い層を適切にリリースするためには、やっぱり針の太さであったり、針先の角度というものがまた非常に重要であり、実際の臨床成績に直結する技術だと思っております。 こういった観点でもいわゆるハイドロダイセクション、とハイドロリリースというものは、いわゆるブロックと一緒にドーナツサインを全体に作るのが従来のハイドロダイセクションやブロックでしたが、ハイドロリリースはファシア自体の治療ということで、正確に部分部分を狙っていくというところで我々はミルフィーユサインというふうにも称して論文にも載せております。ここで最後のまとめは2枚になりますが、 まとめますと、先ほどの関節なり、皮下組織なり、皮膚運動なり、あらゆる領域で緩めたいのか固めたいのかっていうところの判断が一緒であれば、一つ注射であれば、まあ、酸リンゲルのハイドロニース、そして10%ブドウとのプロロセラピーというところのバランスを持って戦略を立てることが、まあ、一つ方針としていいのではないかと考えております。ただ、実際にですは、あの、グラディエーションになっておりまして、 まあ5%よりは10%のが固めるし、生理食塩水も実は全然生理的ではありませんので、商品としては pH が4とか6とか、そ,そんなものばっかりです。なので、生理食塩水の注射自体は結構痛いです。二次的な炎症を起こします。まあ、なので、17、え、酸、ー、ンリンゲルというものも使います。で、一方で、より組織を柔らかくするという意味では、あのケナコルトなり、ステロイドというのも位置づけられますし、まあ、主義としては手術剥離というのも位置づけられます。一方で、固める。 もののプロセラピーよりってなりますと、まあ、RF、高周波熱凝固っていうふうに位置づけております。先ほどもありました装具テーピングに関してはまあ使い方次第でどちらにもできるというふうに考えておりますが、張り先の操作の技術ということも合わせまして、このように今回まとめてみました。えー、私の発表は以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの、なんか多分今日本にも入ってきているあのテネックスっていうのがありますね。あの超音波であの組織緩めて、あの、 なんちゅうかな、吸引するっていう。で、あれ、おそらくアメリカは、やっぱりそのプロロセラピーがメインで、 あの、炎症を起こして、リージェネレーションで、えっ、ー、と、検とか人体を治すっていうところが、まあ、うまく再生しなかったときに、基本固める治療だったので、で、その固くて悪いところを削ってデブリして、もう一回治すっていうことで、多分、だから日本では、だから、テネックス多分発売、あの、なんていうかな、こう、開発されなかったんじゃないアメリカだったから、あるいは韓国の発想だからできたのかな、というふうな感じも思ったりしてますけど、そんな感じで、どうですかね。はい、あの、そのように認識してる。うん、はい。 あのありがとうございます。これからまた多分おそらく薬液の使い分けっていうのこともあの少しずつ広がっていくのかなというふうに思います。小林先生ありがとうございました。ありがとうございました。